エモヤンの人生ふらりつまみ食い。今日はですね、本田さんと東本願寺の、浄土真宗東本願寺派の、住職さんで本田、義行さん、いつも何かとお世話になってまして、いえ、こちらの方が今日も年に一度この時期に展覧会をね、はい、ここは場所は どこでしたっけ。これは区 のリバーサイドギャラリーですよね、はい、毎年見出していただいて、もうこれはもう国宝級の何ていうんですか、全体にはこれ天井画というんです。天井画、ね、ああすごいですね。であちらの方はまあ、先生 お弟子さんのお弟子さんの、はい、ものをずっと展示してあるんですけど、まあ、こういうものがねやっぱりあるっていうのは素晴らしいですよねそれでこれはメインの、あ、これがもともとメインの先生の。ここにちょっと本田先生の師匠のこの略歴と書いてありますけど、これ何と思いますか。これしつけは大事というテーマなんですよ。でペンギンさんが、子供に、しつけを教えてる、教えてるっていうか、そのまあ、いろいろ叱ったりですね、しつけが大事だよということをね、しつけ そのシーンなんですけどね、これは素晴らしいですね。今の世の中で一番これが大事なところです、ね、これは これは何ですか。この白いとか塗ってないの。あ、これはそうなんですか。墨なんですか、うん、すごいですね。いや、とにかくね、こういう、もう芸術はやっぱりね、すごいです。あそこの東本願寺には何か飾ってるものあるでしょ。あのね、牛久の大仏の中の、牛久の大仏の3階に私の絵がずっとかかってて、そこで写経ができるようになってました。あ、それの絵がこれです。あ、そうっすか。その中に皆さんもぜひね、牛久のね、あそこ、あの近所ゴルフの時通ったけど、今度みんなで行こうっていう話で今度お伺いするようにします。よろしく。そんなことで今日は一日ね、ちょっとここ立ち寄らせていただいて、いつも心洗われる気分でいつも帰ります。ありがとうございます。